はい、よい、ふっけです。ですね、見ての通り、敵の層は変わってますね。上にいるやつが、メガタウロスか？だな。メガタウロスが、99枚出るんだな。で、こいつよりもね、アストラルデビルと眠り太鼓が出るんですよ、ここ。めちゃくちゃやばいっす。という感じですね。どうするか。何を根絶やしていくかって話ですね。眠り太鼓に しようか、アストラルデビルにしようか迷ってたんですよね。だけど、ここはシンプルに考えていくかな、と思ってます。で、上のやつか。とりあえず、吹っ飛ばしてみて、右上のやつが動くかどうかは、それがまた問題だな。とりあえず吹き飛ばしてみますね。吹き飛ばしてみてだ。どうなるかだ。動くな。ちょっと待って。上のやつ動き止めちゃった方がいいな。右のやつが大根だった場合大変だと思いますから。回数があるかな。一時しのぎがどっかにあったんじゃないか。ないか。あれ？もしかしてすごい速さで動いてる？もしかして。右のやつ。ちょっと待って、もしかして、あいつか？どこ行った？一時しのぎ、何来た？何が来るんだ？あ、待てよ。左のやつ何とかしなきゃいけないか。で、左から敵が来るか。敵が何か確認しよう。矢を撃つぞ。サンダーランスか。だから変な動きしたんだ。で、左から来る敵、あいつが何者だろう。撃つ。あれ？あ、来ないんだ。なんかこっち来ないのか。なるほど。とりあえず、こいつを倒してしまいたい。腕は、いいか。よし。矢は拾わないだろ。メガタウロス倒してみるか。ちょっとどんなもんなのか、知りたい。っていうのがありますね。あ、そうだそうだ。アイテムの入れ替えしておくか。コロバヌ、これ呪われてんだから、これいらないだろ。で、あ、そんなことしなくていいや。ちょっと待って。右側に、あ、投げちゃった、間違った。拾いに行くぞ。とりあえず、間違ったよ。やっちゃったね。やっぱり緊張してんな。円筒も出しておこう。でもゲージ出るんだよな。ちょっと円筒怖いか。どこ行った？身代わりあった。これを、出しておくぞ。で、とりあえずメガタウロス、倒してみたいね。身代わりつけてやってみるか。こんなもんなんだよ。53ポイントが突っ込んで53あたり続いていけるじゃないか。なるほど。よし、なるほどなるほど。まとめて出す。よく見え、通し。左にいるやつ、もしかして。アストラルデビルかもしれない。ですね。だったらシンプルに考えて、出していくけど、違うか。パコルプキンか。ぽいな。下からなんか来るぞ。ちょっと待て。パコルプキンをなんとかしよう、とりあえず。あ、待てよ。大根だった場合、大変なことになるな。一応直線上にいよう。で、うち。市販か、よし。市販だったらなんとかなる。で、この辺の連中倒したぞ。直線上に行かないのか、来ないのか。よし。で、この市販。ふぅ。来るな。
あの下から来るやつもしかして、あ、違うか、結構かなり早いよね。あ、てかなんだ、何にもんだ。てか通路に入ったやつ早く、ペリカンか。あー、よし、いいだろう。で、下にいるのパコリプキンか。はいはい、なるほどね。なかなか行かせてもらえないな。早いとこ通路に入りたいんだが。よし、いいぞ。まあ、ここはかなり危険ですからね。まあ、どの敵も、あ、見られるわ、これ。どの敵も死因に結びつきますね。左から来る敵は何だろう。あ、右からも来るか。メガタウロスか。なるほど、上から来る敵は気になるけれども、とりあえず、メガタウロスを倒す方向で考えます。よし、いいぞ。で、欲しい。なるほど、外す。よし、そうか、このアイアンヘッド頭はこんなに強力だと思わなかった。もっと苦戦するだろうと思ってました。はいはい、よし、いいぞ。ふぅ、多分このゲームで2番目ぐらいに攻撃力高いですよね、あいつね。またバカロプキンか、上にいんの。入る入る、通路に入る。で、上からもなんか来る。うん、なるほど、ペリカンか。ペリカン放っときたい。で、どうする。囲まれてるぞ、これ。見事に。どうするか、どうに戦うか。両方とも同時ぐらいに来るってのが嫌だね。しょうがないな。じゃあ左からやるか。決めたか。こいつか。どうする、ガチでやるか。離れて、離れてくれ。よし、いいぞ。これ少しはいいんだよな。よし、いいぞ。この階層ではあいつ力不足だな。まあいいんだけどね。それでいいんだけど。力不足でいいんですよ。で、あいつこっち来んのかな。何も取られなくてよかったわ。本当によかった。あいつがいるんだよな。また来るな。なんだろう。とにかく通路で何かしたいぞ。市販か。まあ、なんかかなり早い。早く動いてるやつがいますね。ペリカンかな。とにかくペリカンがいる会社から本当に早く出たいってのがあるな。ふぅ。上の方が先かな。どっちが先がいいんだろう。落とし穴ないか。下にアイテムあるな。そっち取っていきたいね、できれば。で、上からじゃない、下からなんか来ると。あれ、トゲドラゴンですね。なるほどね。なんか投資を、おっとっと、よく見てればなんとなくわかるな。トゲドラゴンじゃない、サンダーランスか。アストラルデビルがまだいないな。まあ、出ないなら出ないで、それでいいんだけども。場所が来たな。よし、持っていくぞ。呪われてんのか。お払い、なんか変なとこで使っちまったからな。バカなことしたもんだ。まあいいや、呪われてるとはいえ、場所がいるからな。どうするか。まあ、普通にやっていくか。で、これで起きるだろ。
で、来るかな、左から。もう一体いたよな、何か来るな。あー、なるほど、上からは来ないみたいだな。外すだけにして。で、まだ来るんだろう。ちょっと待って、一応よく見えよう。上からも来る、倍速状態だぞ。とりあえずだ、ここで踏みとどまった、ここで踏みとどまって戦うぞ。右に行くと倍速状態の空間に負け食らうかしょうがない。来たな。どうするか。こいつ封印しておきたいね。こうじゃダメだな。封印しちゃうぞ、本当に。なんか封印使いかけがあったか。確かどっかにあったな、さっき。なかったっけ。なかったか。あったあった。ま、これ、しょうがないな。うわっと。もう一体、もう一体いたか。倒したぞ。で、ダメージを受ける。もう一回。よし、ここだ。ここで入れ替うぞ。ここで入れ替え、入れ替え。入れ替えあっただろ？あったな、よかった。入れ替えて、倒しちゃう。HP が低いぞ。まとめ出す。逃避装備、不眠装備。火の矢か。来るな。何なんだ？あ、まずいぞ。ちょっと待て。先進もう。あいつは嫌だ。戦いたくないぞ。なんか変なもん呼ばれたくないっつうの。アイテムを見ながら上の方に行ってみるか。トンネルか。一応持ってくか。階段がどこにあるかだな。なんだあいつ。杖がある。階段がないぞ。アイテム見たい。ここであいつを足止めするぞ。あ、そうか、透明使ってくか。透明よし、いいか。混乱コードだ、やはり。かなりしてるか。よーし、透明また来たね。透明使い手があるな、やはり。場所側の呪われたやつはいいかもしれないな。どうするか。何と交換する。封印のゼロとか投げるに取っておきたいですね。ここはぜひとも。場所替え呪われたやつと交換だな。場所替えって持ってるようなことな。一応場所替えがあるかどうかチェック。場所替えはかなり重要だからね。場所替えで命が救われることってもういくらでもあるからね。9回あるな。それだけあれば十分か。で、腕をつけていきます。で、右にアイテムが。はいはい、なるほどね。じゃあ入れておこうか。よし、違う。よく見え。アストラルデビルがいないな。大根もいない。階段どこだ？階段出てないだろ。あ、寝出しもう一回、もう一枚来たな。なんか戦術的に使っていってもいいかもしれないね。こんだけあれば。ですね。なんかそういう気がしますね。透明呪われたやつ、これ交換しようか。呪われとければ使えるんだけどな。じゃあ、どうしようか。アイテム入れ替えたいな。なんか、外に出しておこう。寝出しとか出しておきたくないの。何出しておくか。何を出しておくか。封印のゼロか。それが一番いいかな。間違って振っちまったことない。あ、でもあれか。間違って振っちまった時の場合、こと考えるとってか、いいや、もう。考えない。面倒です。で、あ、しまった。あ、腕をつけてんな。敵は少ないのか。
あ、俺身代わりつけてんじゃねえか。離れてくれ。よし、いいぞ。偉いぞ。じゃあ、入れる。待て、オフしたいから、いいか。よく見えた投資を、じゃあ入れて。あ、ちょっと、なんで投資じゃないんだと思った。間違って装備してたか。操作ミスかな。治らんよな。投資。敵少ないな。あれ方倒したか。いや、回収しておくか。いや、回収しとこう。矢はどこだ？あった。6。貴重だからね。なんか矢を稼ぐ階層ではもうないですからね。と17本か。大事に使っていかないかな。で、これは入れ替えね。よし。次の階層に進みたいが、階段がねえぞ。階段どこだ？あった。最後かよ。よっしゃ、次に行くぞ。